丹波市では特産品の山の芋がシーズンを迎え、各地に向けた出荷が始まりました。秋が深まり、昼と夜の寒暖差が大きくなると、丹波地域では山の芋の収穫が始まります。丹波地域特有の粘土質の土壌と霧が多い気候は山の芋の栽培に適していて、出来の良いものならば店頭価格で1キロ1900円ほどで販売されます。すりおろすと特有の粘りで、その粘りは長芋の5倍もあると人気です。やっぱ粘りがもう他の産地とは比べ物になりません。この時期だけですわ、楽しみは。それまでは大変これ、労働力がかかるんです。70人の農家がおよそ 8.5 ヘクタールの農地で栽培している山の芋は、集荷場に運ばれ、大きさや重さ別に選別されます。今年も丸くて良質に育ち、収穫高も例年通り70トンを見込んでいるということです。形の丸い綺麗なお芋ができていると思います。甘みのある美味しい芋になってますので、ぜひ全国の皆さんに、食べていただけたらなと思っております。山の芋の収穫は今月下旬まで続き、全国に向け贈答品として出荷されるほか、地元の直売所でも販売されます。